ランニングバック28番辰巳隆です。以上。今年はチャレンジというスローガンを掲げました。チャレンジャーとして全員が挑戦する気持ちを持って、前向きに努力できるよう、このスローガンを掲げました。全勝して、優勝したいと思います。今年のチームの強みは、新人も入って全体的に若いメンバーが多いので、若手が、主体となって、全員で、フットボール取り組んでいけるところがチームの強みかなと思っています。チームに期待することとしては、個人として全員が過去最高のパフォーマンスを引き出せることと、今のチャレンジャーズ史上一番強いチームにしたいなと思っています。オフェンスディフェンスともに一人一人が確実に去年よりも成長した姿を見せてくれているので、そこを一人というか全員を注目してほしいなと思っています。でオフェンスとしては、本当に各ポジションに試合を決めれる選手が揃っているので、そのプレーに注目してほしいなと思っています。ディフェンスに関しては、アグレッシブにで全員で止めるディフェンスを、やっているので、そこのひたむきさというかに注目してほしいなと思っています。いつもご声援ありがとうございます。コロナ禍という、厳しい中なんですけれども、皆様に少しでも、勇気を与えられたらと思って取り組んでおります。また試合会場、今年観客入ると聞いていますので、試合で一体となって戦っていきたいと思います。またご声援よろしくお願いします。